はいどうもバッシデです。ということで今日はカメラのお話ししていこうかなというふうに思います。僕が普段使っているカメラはパナソニックのルミックス GH6 というカメラなんですけども、もうこのカメラ発売して2年ぐらい経っているので多くの情報が出ていますので、このねカメラがどういったカメラなのかっていうのはご存知の方多いと思うんですけども、まだまだ市場ではね主戦級のカメラですので、そういったこともあり今日は AF 機能っていうのをね試していきたいと思います。まあ僕自身も去年1年間 GH6 をね触る時間っていうのが少なかったので、 AF 機能ちゃんと試したことは実はないんですね。なので今日ここでこの GH6 のねコントラスト AF が一体どういったものなのか、どういった写りをするのかっていうのをね試していきたいと思います。それでは行ってみましょう。チェゲラ。今日このね GH6 のコントラスト AF を試すのにあたってですね、他の機種も用意しました。まずはこちらソニーの Vlog Cam ZV-1 というカメラですね。それからこちらのカメラ、こちらのカメラは僕が YouTube を始めた時にね買ったカメラ、パナソニックの Lumix GX8 というね機種でございます。こちらはもう10年以上前のねカメラなので、その辺の比較なんかもねできれば面白いかなというふうに思います。はい、それではですね GH6 のコントラスト AF というのを試してみましょう。今日実験に使うのはこちら、はい、パワービーツプロのねケースなんですけども、はい、僕に合いました。はい、またこのケースに合いました。はい、僕に合いました。はい、またケースに合いました。こういった形でですね GH6 のコントラスト AF っていうのは今ご覧いただいたような内容になってますね。まあ設定をねちゃんと行えばこんぐらいの速度でピントがね商品と人間と合うよっていう風になるんですね。今僕はこれ瞳に合わせているような設定にしてるんですけども、まあ設定の方はねちょっと今日は割愛しますけども、ちょっと今迷ったかな。非常にねこの GH6 は AF 機能が向上していると、まあ前の機械である GH5 と比べても非常に AF のね性能が上がってるよっていうのが売りの一つであります。はい。で、僕はね、この GH6 のコントラスト AF 非常に気に入っていて、なんか、まるでね、映画のワンシーンによく使われる、まあ、AF に近いなというふうに思います。よくボケのシーンからね、被写体、まあ、主人公やヒロインなどに会っていくシーンとか建物にヒントが合うなんていうシーンよく見かけますけども、その技術になんか近いなっていうふうに思いますね。こうなんかふわーっとこう広がっていくというか、その感覚がすごい好きですね。はい、ので GH6 のコントラスト AF は非常に気に入ってます。はい、ではですねこの後 ZV-1 のねソニーです。ソニーの ZV-1 の増面位相差 AF っていうのがどういうものかっていうのを試していきたいと思います。バスヒデ、今現在ねソニーの ZV-1 の方に切り替えて話しております。この ZV-1 というカメラはですね非常にこれも人気で優秀な機種でございまして、このカメラは、クリエイターに特化したカメラという売りで発売されました。でですね、どういったところがクリエイターに特化しているのかっていうと、まあ近年ね YouTuber や Vlogger が増えたということで、まあ、商品を紹介したりとかですね、自分のねビューティー動画でね化粧をしてる動画を出したりとかっていうことで、そういったクリエイターの方々に向けた機能が満載になってるんですよね。例えば商品レビューモードですとか、あと美肌モードとか、あとこういったね、スティックね、もう出てるんですけども、もう今まさにこれ AF すごいでしょ。こういった形で AF がね
すごいんですけども、まあ、こういったスティックと合わせて、まあ、Bluetooth でね、連携して、まあ、写真を撮ったり、まあ、ワンタッチでムービーを撮ることができたりとかっていう、そういう本当にね、非常にコンパクトで、まあ、さまざまな機能がついていてっていうようなのが売りのカメラで、非常に素晴らしいんですね。で、画質もいいし、写真もそこそこいいのが撮れちゃうよっていうのが売りなんですけども、で、今もちょっと先にね、見せちゃったんですけども、こちらの、まあ、オートフォーカス機能が素晴らしいということで、こんな感じですね。はい、シュッと合うの分かります？スッと合う、でなんかじわっと合うんじゃなくて、もうなんかもう狙いを定めたかのように、このねビーツのケースにねピントが合うっていうことなんです。でこれが増面位相差 AF って言った AF 機能なんですね。はい、続いてはですね、ルミックスの GX8。 こちらのカメラはもう12年以上前に発売されて、僕が7年8年ぐらい使っていたカメラなので、ちょっとね他の部分壊れてしまってたりするんですけども、あのファインダー覗くと映んなかったりとかですね、ちょっと不具合も出てきちゃってるんですけども、まあ、こちらのカメラとのね比較をしていきます。まあこのカメラ動画機というよりは写真機なので、そこまでねオートフォーカスがまあ動画の時にいいかって言われると、ちょっとそこはね疑問符なんですけども、こんな形ですね。あ、でもそんな悪くはないかな。はい、こんな感じで合いますね。はい、どうですかね。まあ GH6 に比べるとやっぱ若干戻りとかは、なんかちょっとこう綺麗さとか鮮明さというかはないのかなって思いますけど、そこまで悪くはないですね。はい、でも当時ねちょっと使い方が全然僕も下手だったっていうのもあるんだけど、なかなかピントをやっぱこう合わせるのは結構苦戦した時もありましたけども、はい、今すごい最前面に出してますがどうでしょうか。はい、あ、ちょっとモニター横線入っちゃってるな。ちょっとだいぶ劣化も進んじゃってるんで、綺麗に今映ってるかどうか分かりませんが、まあ10年前のカメラの AF 機能はこんな感じですよっていった雰囲気はね伝わったんじゃないかなというふうに思います。はい、それではね、ZV-1 とね GX8、まあ、ソニーとルミックスなんですけども、まあ、両方のね、AF がどんな感じだったかっていうのをねご覧いただいたと思うんですが、まあ主にね比較されるのはこちらの増面位相差 AF との比較ですよね。はい、でまあ増面位相差 AF と、コントラスト AF どんな違いがあるのかっていうと、まあ、ちょっと仕組みとかねアルゴリズムとか光のどうこうとか、あとはそのセンサーがどうこうとかっていろいろあるとは思うんですが、ちょっとその辺の詳しい話はまた置いといてですね、まあ簡単に申し上げますと、コントラスト AF っていうのは、まあ速度はそんなに速くないです。ピントを合わす時の速度はそんなに速くないけれども、画質の劣化っていうのが少ないですね。はい、で一方の増面位相差 AF っていうのは、先ほどね見ていただいて分かる通り、ピントを合わせる速度っていうのがめちゃくちゃ速いです。はい、ので商品を掲げたらもうシュッとそれに合ってるとか言った感じですよね。のでその速度が速い、ただ若干、画質が劣化するということですね。まあ、ただその劣化するって言っても、多分僕らが肉眼で見て、あ、劣化してるって多分気づくレベルではないと思います。はい、本当その専門家ですとか映像のプロフェッショナルの人の目から見て、まあちょっと劣化してるよねとか、そういうレベル、まあそれ以上のレベルかもしれないですけど、まあ多分僕が思うに、まあ、肉眼で確認できるほどの劣化はないとは思います。ただ速度が違うよといった形ですね。はい、ではね GH6 の、コントラスト AF っていうのをもう一回見てみましょう。はいはい、こういった具合で合いますね。はい、非常に速いし、なんかこう
生々しいというかね、なんつうかな、泥臭いというかね、この僕相方が非常に好きです。で、多分今後 GHX、 今後パナソニックは増面位相差 AF をずっと継続していくのかどうかっていうところも注目なんですけれども、っていうのはなぜかというと、まあこれ GH6 ですね、フルサイズのカメラで S5II っていったカメラが登場してまして、そちらにはなんとパナソニックが増面位相差 AF を取り入れたんですね。かたくなに増面位相差 AF がいいっていう風に業界では騒がれていたのにもかかわらず、かたくなにパナソニックはコントラスト AF を貫き通していたんです。で、なんかね、YouTube とか見てると、まあ、パナソニックを使っていたユーザーがソニーにね、流れ始めたっていうね、現象が起きたんですよ。これ本当にね、有名な YouTuber の方とかも、パナソニック使っていた方が、もうパナやめてソニーにしましたとか、っていう動画とかもね、どんどん出たんですね。で、さすがのパナソニックも、それを見てなのかわかんないですけども、まあ S5II というね、フルサイズのカメラに増面位相差 AF を取り入れたというね、ストーリーになってるんですね。はい。ので、まあ今 GH6 僕使ってますけども、今後ね、GH7 とか GH8 とかってどんどん新しい機種が出ていくと思うんですけども、それは果たして増面位相差 AF を採用し続けるのかとかね、その辺も注目だとは思います。個人的にはこの GH6 のね、コントラスト AF 僕は気に入っているので、はい、どうなのかなっていうふうにも思いますね。 S5II はどうなんだろう、切り替えできるんですかね。コントラスト AF と増面位相差 AF 切り替えたりできるのかな。ちょっと僕もごめんなさい、調べてないのでそこまで詳しくは今は分かんないんですけども、はい、そういった切り替えができるんであればね、それはそれで面白いかなというふうにも思います。ので、まあ GH6 もそうですし、S5II ですね。こちらもね、まだまだ、市場のね、主力選手だと思いますので、まあ今後ね、カメラを購入するのを、まあ迷われている方とかはね、参考にしてみてはいかがでしょうか。パナソニックは価格もですね、非常にね、抜きに出てて、もうなんか、レンズキット2つで30万切るとかね、もう、とんでもないことをやってますんでね、もうカメラファンにとってはありがたいメーカーなんじゃないかな、というふうにも思います。まあ一方のソニーもね、こういった ZV-1 みたいなね、Vlog カムの新しいのもね、出てますし、今後もなんか出るという予定もあるみたいなのでね、こういったコンパクトで使いやすい、こういった Vlog カムとかね、もちろんフルサイズのごっついやつとかもね、まあ注目度は高いのでね、その辺は、まあよくチェックしてね、購入いただければいいんじゃないかなというふうにも思います。はい、僕は、S5II が非常に気になっているので、まあ S5II 以降のね、カメラをですね、チェックしていきたいなというふうに思ってます。はい、というわけでね、今日は、カメラの動画っていうのをやってみました。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。